ルビー老貝殻虫は、カメムシ木横葉モク、カタカイガラムシ科に属する貝殻虫の一種。和名は、成虫の背面を包む老状物質が赤いことから、宝石のルビーに例えたものである。メス成虫は、頭も足もほとんど退化し、一つの塊になって、宿主植物に密着している。背中は厚く老物質に覆われており、その外見からは、 昆虫としての特徴は一切見られない。老物質を含めたメス生虫の大きさは4から5ミリメートル。しかし、老物質の中から虫体を取り出して顕微鏡で観察するとしっかりした形の小さな足が覆面にへばりついた状態で存在することがわかる。その名の由来である老物質は赤紫色で半球型に盛り上がり、 周辺が少し帽子のひさし状にまくれ上がって広がる。ルビーロウカイガラムシや、これに近縁なツノロウカイガラムシ、カメノコロウカイガラムシの老物質は、水分などが含まれた一種のエマルジョン質の複雑な構成で圧力を加えると過疎性のある粘土状になる物質である。虫体の基門の部分に対応して、この赤紫色粘土状の老物質は、 植物体との接触面で溝状に欠損し、そこには白色粉状の老物質が充填される。そのためこの溝は背面からでも老物質の縁の帽子のひさし状の部分にくっきりと白く浮かび上がって見え、呼吸に必要な空気はこの粉状の老物質の隙間を通って気門に達すると考えられる。秋に成虫となる。オスは一単位の全子の吐いた成虫となり、 メスと交尾して死ぬ。ただし、日本では、オスの出現数は少なく、単ため生殖をするメスが多い。メス生虫は冬を越し、翌年初夏、6月上旬頃に、覆面のもとに産卵する。卵を産み終わると、母虫は死亡して、ドーム状の老物質の多いの内部の天井に、張り付いた、扁平なミイラ状になる。そして、老物質のドームは、内部の空洞に、 卵が詰まった一種の卵納となる。5月下旬から7月上旬にかけて孵化した幼虫は、このドーム状の被覆の元から生え出ると、活発に移動するが、宿主植物上に定着すると、長い口りをン憾束の歯間に突き刺し、その後は動かない。寄生を始めた当初は外向きに、刺しのように、老物質の突起が放射状に分泌され、 採用虫のような姿であるが、次第に虫体全面に老物質が厚く分泌され、成虫と同じ姿となる。なお、成虫の死後も老物質は残り、次第に色が悪くなって脱落するが、しばらくの間は生きているものと見分けがつかない。原産はインドと言われるが、世界的に広がって農業上の大害虫であった。日本では関東地方異性に定着しており、 チャツバキミカン類、カキ月桂樹や餅の木など多くの樹木に寄生する。その北限は、ほぼ年平均気温摂氏14度の等温泉と一致する。また、大気汚染にも強く、都会地の街路樹にも出現する。樹木から吸うのは、歯間液であるため排泄物には、余剰の糖分が多量に含まれる。そのため、汁を吸うことによる被害があるだけでなく、 分泌する排出液が植物にかかると、そこにすす病が発生し、全体が黒ずんでくる。そのため、宿主植物の光合成を妨げ、また美観を損なう。表面に老物質を被っているので、農薬は直接、虫体に接触しがたく、効果が上がりにくい。また、活動している天敵を殺すことになり、逆に貝殻虫の増加を引き起こすことがある。 現在では、天敵の寄生蜂の活動によって、その数が大きく抑えられているので、むしろ農薬を多用する工作地の方が、蜂が殺されてしまうことから、貝殻虫の発生が多いとも言う。この貝殻虫は、現在ではさほど問題にならないほどしか見ることがない。これは天敵による防除が成功したためであるが、その歴史は、なかなか奇妙なものである。この貝殻虫は、 日本には明治中期に侵入した。明治30年に長崎で発見されたのが最初と言われている。当時の農薬では駆除が困難であったため、天敵を移入することが検討されたが、適当なものが見つからず、アメリカから持ち込まれた寄生鉢も定着しなかった。ところが、第二次世界大戦の最中の1945年、九州大学の安松一慶さんは、 九州大学の音楽部植物園で月桂樹の枝に寄生したルビーガラムシを採集してガラス管に入れておいたところ飛びバチカの新種の寄生バチが出てきたのを発見したこの鉢は1954年に石井康氏と連名の論文で新種記載されルビーアカヤドリコバチアニクリタスベネフィカス石井アンドヤスマツと命名された詳しく調べてみると 福岡市ではすでにこの蜂によって、この貝殻虫の数が減少を始めていた。そこで、この蜂を防除に使えるかとの実験が行われ、良好な結果が得られたことから、九州各地で話し飼いが行われ、防除の効果は大きかった。こうして、次第にその名が知られるようになり、九州ではこの貝殻虫の被害がほとんどなくなった。その噂を聞いた本州、 四国の園芸や農業関係者が九州から蜂を持ち帰り各地で放し飼いしたためこの蜂は全国に広がり昭和30年代にはルビーロ貝カイガラムシの被害は非常に少なくなった放し飼いが行われた場所では大抵は約3年でカイガラムシの被害はほとんど収まっているなおこの間蜂を手に入れようとした人たちが九州に集中したため ちょっとした騒動になった例もあるという。というのは、鉢を手に入れるには、貝殻虫がついている枝を取ってくればよい。それをいけておけば、かなりの確率で貝殻虫から鉢が出てきたからである。ところが、その頃はすでに、貝殻虫はほとんど制圧され、たくさん寄生している枝を探すのが難しくなっていた。そのためにみかん畑で無断で枝を切ろうとしたのを、発見されて、 騒ぎになったり、神社の餅の木の枝を切られたりといったことがあちこちで起きたという。ついには、貝殻虫が寄生した苗木に高い値がつくという陳現象もあったらしい。さらには、島根県のみかん園主が九州からこの鉢を10頭500円で購入した例もある。ちなみに、そのみかん園でも、ほぼ完全にこの貝殻虫は駆逐された。また、この鉢は、 日本特産であり、インドに禁煙種がいるものの明らかに別種と判断されている。どのような経路で侵入、あるいは発生したのかは、全くもって不明である。この項は、種として、安松 P87 から96、安松 P91 から94、安松 P95。ありがとうございます。